本人やん。いつも拾わされてたんで、うん、やっと農家さんに、うん、バトンタッチできて、先輩をこき使う後輩やろうです。幸せでした。ありがとうございます。楽しかった。イエーイ。1曲目からエモかった。あ、なんかあれがすごかったです。グローリーデイズの感想の皆さんのコールが。私それで言ってましたよ。そうなん。私もあの着替えながら言ってました。言ってた。うんかがかわいい。それから言ってましたよ。あれいいですね。グローリーデイズをやる人の特権やな。しかもセンターの特権です。なあ。あ、そう。気づいた。稲妻踊ってたの。マジ？どこで？なんでやねんの時。マジ？フリーの時稲妻踊って。好きすぎやろ。振り返ししてるからね。最後もアイドル最高の時ずっと歌うの稲妻。曲変わってるから。さすが。そうなんです。ねえ、なんでやねん。ゆうかちゃんとできてた？出てますよね。でもセリフ間違えてた。なんか清く正しく美しくが清く美しくなんかボジュンそう間違えてやるのでも意味一緒やもんな順番が違うだけです意味一緒やから大丈夫やな OK いやちょっとダメだなでも反省会で先生も気づいた確かにセーフめっちゃ練習したのにななんでやねん緊張する本番になったら初めてでしたもんね初めてそっかなんでアイあだなんでやねんアイドルをしたことがなくて、いつも人がしてるのばっかり見てたから、うん、本当にできて嬉しかったですうーさんにも初めてがあるんやと思いましたあんねこんな今いろいろやってて、うん、意外とやったことない曲多いもんあそうなんですか、うん、新鮮でしたね百人コンサートは全部やったことない曲でなんでやねんうちらも死ぬ確かに一番うちらが死ぬあの人ポカーンってなる何の曲やろ確かにどっから引き出してきたんありがとうございます豆柴さんリンボースターそうなんだよ役に立ちましたうん、ダンサブルルが後ろでやってたって気づいてる人いるあよかったそうダンサブルルとしてやっぱりさすが果たしていかないとなって一人になってもしっかりバイバイキヨク正しく美しくやらせてもらってますもう今練習してもですよえ次があるかもしれんやんあでも卒コンであるかもしれんうーかが可愛い言いたいからまた出てくださいって嬉しい頑張りますお前もう一人のブルルメンバーおいあれやばいブルルピー踊ってました私そっち踊ってくれてたんやそうダンサブル公認なんですよブルルはそうやで、うん、初期面はハーサとミライとけいこちゃんと あと誰やったっけな誰やっあ杉浦そうなん、はい、ことちゃんもやったっけ、はい、あとアンチもいんねんでいきなり同期アンチはダンサブルに入りたいって言って野蛮の球は覚えてきてくれて覚えてるんだそういえばめっちゃ可愛かったやっとったわそれもうほんまここで共有部で学園でバリバリ踊ってくれやったやった嬉しかったおもろそうなんですよ、ね、コメントにゆうかさんナンバラエティで卒業公演するって来てますえ、いいのいいですか逆にいいんですかN のメンバーに怒られそうやからちょっと帰るわでも N と全然違うなってめっちゃ思った、うんね、全く違いますよねうんこんなに笑いが起きるライブ、うん、公演楽しいな何なかなか、うん、笑顔ばっかりですからね、うん、マジで楽しかったよかったありがとうみんなあの、ね、めちゃくちゃ振り教えてくれました、はい、本当にだからもう楽しみ何がこの見返りをめちゃくちゃ求めてくるんですよこの人はもう付きっきりで教えたんで4曲ですよね
4曲分の、うん、あ楽しみ。ちゃっかり全部覚えてるのがもうしっかりしてますね。本当にとっても楽しみ、うん、そうなんです。感謝感謝感激、ありがとうございます。あ、オッケーよっしゃ1曲分クリア。ダメダメ、まだダメです。あと3曲分それはダメです。そんなんそんなそうそう、見返りを求めた上での教えやから、それを求めてやってんな最初からそうですよ、もちろん肉食べたい。肉、肉、お腹すきましたね。うん、お腹すいたね。まさゆさん、クマありがとう。どうかこうか、れいこちゃんの今日の髪型は私がリクエストしました。そうなんです、うんかさんが決めてくれたんですよ。決めました。お疲れ様でした、うん、バイバイ。気合が入りました。一番好きな髪型なんで、これが。あ、マジ？はい、ナイスじゃん。絶対ライブでやる髪型です。確かにやってるイメージある。 Yes、 加藤呼び受けたやって。おい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 、覚えてんぞこの人。そんなことありましたっけ？あったよ。おい、あったっけ？あったぞ。あったっけな。あっただ。なんか言いました私なんか言いました。加藤呼びしてたやろ。え、しましたっけ？先輩のことを呼び捨てにしやがってあ、そんなんしてました。タメ口で喋ってきやがって。え、そんなん、全然覚えてない。覚えてない、うん、大丈夫、記憶脳みそこれぐらいなんバリディスってくるバリディスってくるやばい、見られた、見られた、ほら見られた、見られた。パワハラ先輩。違う違う違う、パワハラ先輩。仲良くしてるんですよ。仲良くしてるんですよ。先輩側ってそう言いますよね何？何？笑い方怖。いやでも今日カドは頑張ってたな。は？は？おい、また言ったの。おーい、お前！後輩やぞお前は。様と呼べ。カド様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 と呼んでください。加藤の圧がすごいって言ってる。加藤の圧はすごいですよ。加藤初日おめえって来た。おーやめとけ、加藤呼びやめとけ。あのうち の, あの界隈はすぐボケるので、うん、本当に多分めっちゃ来ると思います。ノリがいいんですね、うん、3期生様加藤が可愛い。加藤が可愛い。やばい、コールが加藤になっちゃう。面白い。やめて。あ、面白かった。めっちゃもうコメントがブワーってなったやん。あ、面白い。やめてよ。さすがですね、私のファンの人は。うん、加藤ってさ、この日本にめちゃくちゃいんのにさ、NMB にさ、加藤って私だけじゃない？確かに。の、うん、なんか調べましたよね、舞台期間に。そう、ブーカさん、加藤の名字、日本で何人いるみたいな、うん、めっちゃいますよね。めっちゃいたびっくりするぐらい加藤っているんですよ。めっちゃいましたね。だって、10位ぐらいやったっけ。え、めっちゃ上位でした、多さが。なんつないか忘れましたけど、前田は、前田も、前田も結構多いです。多いよな。めっちゃ昔に見たやつ、20何位とかでした。おー、勝った。まあでも、加藤の方がね、そんな、加藤の方が、そのもんでも、加藤かわいいよ、やって。おい、加藤呼びやめろ。うーかって呼んで。加藤さん、すっきりお疲れ様でした。その加藤じゃない女おじさんじゃないあー、痛い。女です。あー、もろい。加藤10位らしいです。やっぱり、およそ87万8千人。87万人も加藤がおるんや。加藤のみんな元気いるかもですね、見てる方の中にも。確かに。ファンの人にもいるもん、加藤って。あ、そうなんや、うん。前田いるやろ。前田。ファンの人ですか、うん、前田おったかな。レイコはいるんです、逆に。そうなんや。うん、レイコのレイを令和のレイにすんのおしゃれよな、うん、私ほんまに嫌い。なんでそんなこと言う、素敵な名前やん。そうですよね、こんな感じです。大事にし。はい、そうですよね、うん、ね、ほんまに、
名前や加藤楽しそうで何より加藤お疲れもう加藤呼びやめろおもろい、もうおもろい、みんな君たちすぐにいじるんだからおもろいほんまにあすぐ言う、あーおもろい、うーん、加藤は三重が祖先やねんって。三重、三重めっちゃ笑ってる震えてるって笑ってるおもろいな、悪ノリおもろいな、日本にいるでしょう、確かにな、 M 来たらもっといじられますね、嘘、まず3期3期って、うん、それ千尋が言ってたな、あそう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 、2期4期って言われるって、そう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 、そうです、そうです、その下りがあるので M はいつも、うん、恒例なんです、とケイトちゃんがボケた、あ2つの下りがある、かわいい、よく聞く、よく聞くやつ、うん、あ加藤の写真集楽しみありがとうもうありがとう、コンスタントでアリーナーのノリで加藤87万人いるから誰か一人はあるかもしれへん加藤が浮き彫りになるバイバイ、TU に次ぐパワーワード誕生パワーワードっていうか、まあ苗字なんですけどとりあえず加藤とりあえず加藤でもTU から TK 卵かけご飯めっちゃ笑ってなんかアイピのツボってさちょっとずれてるちょっとじゃないっすよだいぶっすよ、面白いですよ、おもろいな、はい、アイピが一人ですごい笑い声で笑ってるのがおもろいそれはおもろいのでしょうか、面白い、笑っていかないと人生、確かに、まあ、確かにそれはそう、なんかね私のね卒業コンサートウーカに浮かれっぱなしになったじゃないですか、なんかいろんな案をもらったんですよで見せたよな、うん、すごかっためっちゃ TU いじられてて、なんか公式でここまでいじるみたいなとりあえずウーカありがとうの TUA とかあったんですけど、あったあった、やばくない、めっちゃ長いのもありましたもんね、あった、なんかバージニティから好きだ虫までなんだっけ、なんたらかんたらで、なんたらかんたら盛り上がる夏みたいな感じで、もう長すぎ長すぎ、長かった、あれめっちゃおもろかった、絶対 YNN のスタッフさんが遊んでるなっていうのがわかったんですよ、ほんまに、そう TUA っていうのがあった、すごい、すごい、カレー見ました結局ね、浮かれっぱなしになったんですけど、あそれになったんやって見てて思いました、自分で考えて、うん、いろんな案を経て、うん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 、そうそう、何また笑ってる。何？悪い笑み。何？見せてみ。何？もう。何？おーい。何？卒業コンサート加藤ありがとうな。もういじってきてる。加藤ありがとうなんて、もう加藤呼びやめろ。あおもろい。聖子さんの方の説明ですね。あおもろい。しかも自分の卒業公演やコンサートやのにさ、加藤ありがとうなんてなんかおかしくない、いろいろ。超おもろい。おもろいですね、うかさん今日だけ、ね。あなたのコメント欄がおかしい。いつも通りなんですよ、これが。楽しいね。ありがとうございます。嬉しい。落ち着いてる、大丈夫、うん、あやばい、メギンにあー、いいね、おい、アイピンとかにも行ってるやろ、おい、ちょっと見せろ、確かに、うまい、加藤、ありがとう、ちゃうねん一応、人生で最も大事な卒業コンサート加藤、ありがとう、やばいやろ、あー、おもろい、あー、おもろい、やばい、自分の名字嫌になってきたここに来て25年生きてもらうね、
見て優香のファンの人は守ってくれてる加藤会で最強の加藤やぞそれもそれでなんかあーおもろい、うん、加藤元気やね元気やね元気やで加藤若いのに負けてない負けてないよ私はね吸ってるんですよ若い子たちうわやばいな吸ってるちょっともう、うん、あんまり近寄らんほんまいいかもしれない吸い取ってんねんあそういうことか、うん、やばいなやだわろたで今日れいこちゃんを捕まえたの覚えてる見てました捕まえられましたれいこちゃん捕まってると思ってもうね目見て動けなくなったメデューサみたいな意思になったあんまり抵抗しひんからさ固まってるんだ動けなくなったおもろいおもろい楽しかった獲物を捕らえる目をしてたから動けませんでした、はい、私の獲物でした捕らわれのレイコさん捕らわれてしまった怖、うん、かったあー今日もいっぱい笑って楽しかった誰加藤です、はい、じゃあちょっと時間になったので順位を読んでいきますダメあらダメあらダメです読みますよし読もうダメいくよじゃあ私も読もう13位クリネズミさんありがとうございますありがとうクリコブリ12位ドルフィンさんありがとうございます聞こえへん聞こえへん11位タカさんありがとうございます10位優香さんありがとうございます9位エイちゃんありがとうございます8位ヤナギさんありがとうございます7位ズレズレさん7位ケンイチアットマーク7位カエデありがとうございます6位ありがとうございます6位野原しんのすけさんありがとうございます野原しんのすけさん待って私もこういう人ええすごい。なんで、はい？ありがとうございます。5位あっちさん、ありがとうございます。4位マサイさん、ありがとうございます。3位ママレッジャカありがとうございます。2位フーカちゃんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。おい。ありがとうでした。ありがとうございます。みんなありがとう。ありがとうでした。バイバーイ。明日オンラインお話し会よろしくお願いします。